お呼びしましょう。田中俊之。都内の会社で勤める男性がいるんです。で、数年前ね、事例が出て1年間の広島出張になったんですよ。で、出張先の広島で内田さんっていうね、年配の男性と仲良くなったんです。で、面倒見が良くてすごい気さくな方で、初めて来たからすごい世話焼いてくれて、飲みに行くようになったらしいんですよね。で、その日も二人で飲みに行ってて、ついつい話に花が咲いて終電逃したんですよ。で、あ、困ったなって、今日カプセルホテルかって思わずつぶやいたんですよ。あ、じゃったらうちの家地方じゃけ、泊まってきゃええって。で、嫁も出て行ったけど、わし一人身じゃ。その言葉に甘えて部屋に行ったんですよ。で、部屋がね、キッチン居間で寝室の 2K の間取りで、途中のコンビニで酒の魚買って部屋でこう広げて二次会を始めたんですね。でもお酒でこうテンションも上がってるんで、なんか結構自分で思ってるよりうるさいんちゃうかなと思って、内田さん、この隣の部屋とか近所迷惑大丈夫ですか、もう時間も夜中やし。ああ、大丈夫大丈夫、うちの部屋周り誰もおらんから。で、内田さんの部屋って2階建てのアパートで、2階建てのアパート隅の201号室が内田さんの部屋なんです。で、隣の202号室、真下の101号室、その隣の102号室、見事に内田さんの部屋を避けるように空き室なんですよ。え、なんかそれ気持ち悪いですね。嫌じゃないんですかって言ったら、いやいや、すごいもう気兼ねなく騒げるから快適だよって笑ってるんですね。で、しばらく飲んでたら、隣の寝室からね、ってうめき声と時短だ音が聞こえるんですよ。うーって。で、あんまりの唐突にそういうことが起こったから体が硬直して、え、内田さん同居にいますって聞いたんですよ。すると内田さん、舌打ちするやいなや壁に立てかけてる角材持ってその寝室入っていったんですよ。で、次の瞬間、我は黙っとれ言うとるじゃろ、さっさといねえって、土星と角材をビュンビュン振り回す音が聞こえて、ビュンビュンガッザリッってこう畳のね、上を打ちつけるような音も聞こえるんですよ。で、それにこうしてさっきのうなり声とその時短だがね、もっと激しくうーんってなってくる。え、こう部屋がね、だんだん狂気にこう満ちてくるんですよ。で、え、な、怖い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 、何これ、え、離れたいと思ったんですけど、恐怖で体が動かんかったっていうんですね。で、どうしようどうしようと思ったら、スッと襖が開いて内田さん出てきたんですよ。時々夜中に騒ぐけ、追っ払なあかんって言って、ため息混じりに言うんですよ。で、え、今の何なんですか。ああ、もう気にせんで追っ払ったから。で、そのままトイレに行ったんですよね。で、襖ちょっと開いてるんですよ。で、恐る恐るその隙間から顔を入れて覗いたんですよ。で、その部屋ね、クローゼットと押し入れが何にもないんですよ。ただの部屋なんですけど、ただ畳がね、異様にささくれ立ってるし、押し入れが穴だらけだった。その異様な光景と空気にものすごい怖くなって帰ろうと思ったんですけど、始発までまだ時間がある、帰りたいけど、その怖いっていうのも悟られたくない、なんとか平静保って我慢してね、始発まで待ったんですよ。で、すぐ
家を出て自宅に帰った。それ以来内田さんの家には行かんかったんです。で出張無事に置いて東京に帰ったんですね。で数ヶ月後ね、会社の同僚が、お前広島出張行ってたやろ、内田さん知ってるって言うんです。ああ知ってるよって、一緒に働いてたから。亡くなったらしいで。なんで？いやなんか知らんけど自宅で首吊ったって自殺やってって、お前なんか知ってんの？それ聞いた時に、その角材振り回してたその異様な部屋、ささくれだって穴だらけの、押し入れが穴だらけの、それがね浮かんだって言うんです。で亡くなった場所って聞いてないらしいんですけど、多分首を吊った場所ってあの部屋じゃないかなって言ってたんですよね。ありがとうございました。ありがとうございました。